はい、ただいまご紹介に預かりましたマネックス証券の塚本と申します。よろしくお願いいたします。私はですね、日々、景気サイクル、景気をリサーチする中でこう景気サイクルの変化に対してポートフォリオをどのようにこう対応させていけばいいのかというような話をですね、各資産クラスに対する、投資戦略というような形で、話をさせていただいております。で、今日はですね、2023年も表題の通りなんですけれども、債券に関してもうご案内の通り金利が上昇してきているその中で投資妙味が大変増してきていますということで、もう端的に今日は債券の、紹介推奨というのをさせていただければというふうに思っております。で、まずですね、こちら景気に関して簡単にちょっと最初にご紹介できればと思います。もうご案内の通りですね、リセッションっていう言葉が最近よく聞くようになりました。で、リセッションが予想されるということで、最初にですね、こちら世界経済の中心であるアメリカの経済の状況に関して紹介しております。こちらにはですね、2つの線があります。1つ、青い線が景気先行指数と言われるもの、その内訳をですね、下段に紹介しておりますが、景気に先に動くものと言われます。例えば受注であったりセンチメント、昨日もですね、センチメントのデータ出ておりましたけれども、こういったものを、まとめ合わせて先行指数となっております。これが今ご案内の通りですね、垂れ始めているということです。過去見ていただいても、このピンク色、これがいわゆるリセッション、景気後退期なんですけれども、先行指数が下がり始めてリセッションに入るというのはよくここでもご確認いただけるかと思うんですが、一方でオレンジ色、こちら景気一致指数というものです。中身は実体経済を表すものになります。生産ですとか雇用者数、そういったものは先行指数よりもやや遅れて景気と同じように動くということで、リセッションに入るときというのは比較的ピークをつけているような状況なので、ちょっとリセッションを占うという意味ではやはり先行指数を見ながらこういう状況なので、比較的最近はもうリセッションという言葉が出てきているのかなというふうに思われます。で、もう少しですね、ちょっと実体経済に近づいた数値、指標をですね、ご紹介できればと思うんですが、こちら同じくですね、アメリカの個人消費のチャートを持ってきました。アメリカの GDP は7割が個人消費、7割を個人消費が占めています。で、こちらですね、起点2007年末を100としてご紹介していますが、オレンジ色の線がですね、個人消費全体になっています。ちょうどコロナ以降のですね、へこみからトレンド線に回復してきたというのが足元の状況なのですが、実はこれを大きく牽引していたのは青い線、物の消費になります。ご案内の通りコロナ禍以降ですね、行動制限があり、ただ一方で補助金が出て、そういった中で皆さん動けない中で、いわゆるこう e コマースというのを中心に物の消費がかなり進んだというのがご確認いただけるかと思います。トレンドを大きく上回るような物の消費が出たということです。一方で行動制限の中でなかなか復活しなかったのが下段のグレーのサービス消費になります。これが今ようやく戻りつつあるということなんですが、ここから景気異動化していく中でですね、おそらく想定されるのはこの物の消費がトレンドにこう収束していくような流れになるだろうということです。それによっていわゆる成長率は鈍化するけれども、あくまでこう健全な景気の鈍化ではないかというのは、一つ消費という部分では見れるかなというふうに思っております。かなり財政政策によって付加された部分が今後正常化を迎えるだろうという意味では、リセッションと言いながらも健全な調整になっていくのかなというふうに経済の状況は見ておりますが、一方でですね、大きく上昇したというものもあります。これは住宅価格、アメリカの住宅価格をですね、収入単位で見たものなんですが、ご案内の通りかなり資産価値が膨らんだということです。で、今後ですね、利上げの効果とともに住宅価格はおそらく調整してくる、住宅市場は調整を強いられるというふうには思っております。要はですね、こういうふうにおそらく景気はかなり成熟した状況にあるので、ここからは景気鈍化をいわゆる一致指数なり、こう実体経済のデータとして確認していく段階に入ってきているんだろうなというふうに見ている次第です。ではその景気鈍化がどういうふうになるのか、実はもう結論から先に申し上げると、そんなに深くはないだろう、浅いものにとどまるだろうというふうには思っています。それをちょっとお示しするためにですね、こちらチャートをですね、2つ用意しております。
まず1つ目ですね、先ほど商品の話をしました。まあ、いわゆるその商品の主体になるのは家計、いわゆるまあ民間の家計になるわけですけれども、ちょっとすいません、これ左のチャート、家計企業の債務ってあるんですけども、実際ちょっと企業の省いているんで家計の債務だけになるんですが、実はですね、家計をこうバランスシートで見たときに、債務はご案内の通りかなり減っています。リーマンショックの時というのは家計の債務が GDP のもう9割を超えるようなところまで、いわゆるこう借り入れが多かったわけですけれども、リーマンショック以降これがかなり調整が進んで、家計のバランスシートは健全だということです。そういった意味では、おそらくまあ景気鈍化は来るけれども、経済の中心である家計はそんなには傷んでいないというのは、一つ浅いリセッションにとどまる大きな根拠になるかなと思っています。それからもう一つですね、先ほど住宅の話を申し上げましたけれども、住宅に関しては右側のチャートになります。こちら住宅ローンのシェアをですね、プライム層からサブプライム層に分けてご紹介しています。いわゆるプライム層というのは富裕層と言われる世代です、層ですけれども、リーマンショックの時というのはですね、サブプライムローンというような言葉が話題になりました。いわゆる信用度の低い人たちが大きく借り入れをしたことによって返せなくなったということが問題になったんですが、現在の住宅市場でですね、借り入れの主役を占めているのはご案内の通りプライム層になっているということです。つまりこれからまあ金利も上がって負担は大きくなるということですけれども、それなりに体力のある人たちに調整が強いられるという意味で、やはりこちらも調整はあるけれども深くはならないんではないかなというふうに見ている、そのまあちょっとデータとしてこちらにご紹介しているというところです。で、浅いリセッションで済むでしょうというふうにややちょっと楽観的に見ているんですが、ちょっともう一つ注意したいのはですね、ひょっとしたらというかですね、リセッション自体が長くなるかもしれないというのはちょっと気をつけたいなと思っております。ちょっとそれを端的に示したものが次のチャートになっているんですが、これはアメリカの連邦政府の債務の状況です。対 GDP で示しているんですが、実はもうリーマンショック以降ですね、財政政策というのはものすごく出てきました。それによってこの債務が膨れ上がっているということなんですが、さらにコロナ以降ですね、加速したというところです。そして現在債務の水準はですね、戦後を間もないような状況にまで上がってしまったということです。つまり通常ですね、リセッションが来ると、景気サイクル上リセッションが来ると、金融政策を緩和したり財政政策が景気刺激的になることでリセッションを和らげるということが見られるんですが、このようにちょっと財政政策がなかなか期待しづらい、先日の中間選挙でもねじれてしまいました。なかなか意思決定がしづらいというのも、まさになかなか財政政策が出にくい一つの根拠になるかなと思っているんですが、加えて金融政策ですね、現在観察する限りすぐに利下げには入るとは思いづらいというのは各高官の発言からもあると思います。そういった状況で緩やかで健全な景気の鈍化は続くけれども、ひょっとしたらちょっと長く続くかもしれないというのが、ちょっと2023年の経済の、一つバックグラウンドとして見ているところです。それではですね、そういった状況でちょっと投資戦略、最初にも申し上げたように債券についてちょっと話を移らさせていただきます。もう端的にですね、お示ししているのはこちらのチャートです。これは世界株割る世界債券というものをチャートにしていますので、上に行けば行くほど株の方が有利な局面、下に行けば行くほど債券の方が有利な局面で、そこにシャドウで、ピンク色のシャドウでリセッションを引いています。ご案内の通りですね、リセッション期というのは相対的に株よりも債券の方が良いというのは、まさに見ていただけるところかと思います。もう端的にですね、景気減速に備えて債券を持ちましょうというのは、こういうところから申し上げているところでもあるんですけれども、その債券ですね、利回りに妙味が出てきましたということです。もうご案内の通り金融政策で利上げが進んでいるというところなんですが、ここではですね、ちょっと薄くて見づらいかもしれませんが、青とオレンジ色でそれぞれ利回り金利を出しています。青いのは2021年末の利回りです。一番左の米国債であれば21年末は 1.2% でした。それがご案内の通り利上げが進む中で22年末ちょうど先週ぐらいですかね、 4.2% にまで上がってきたということです。つまりここから10年債に投資をすれば基本的には 4.2% のクーポンが入ってくる、
これ去年やってしまうと 1.2% しか入ってこなかったということです。でこれは米国債ですけれども、その隣、投資的格差、いわゆる社債の、質の高い企業への、社債であれば、投資であれば 5.4%、 さらに質の低い投機的な水準になれば 9% ということで、徐々にまあ当然ながら高まるということなんですが、もう一つ注目していただきたいのは右端の米国株です。これはいわゆるバリエーション PER というものを使途分母を逆にすることで益利回りと、利回りという形に表現できるんですが、アメリカ株の利回りというのはご案内の通りなんですが、去年の青い茶線でいけば米国債と米国株の利回りというのはかなりの差があったんですけれども、現在はほとんどありません。投資的格の米国社債と比べると、米国株でリスクを取らなくても同じ利回りが取れるというような状況に入ってきているということです。こういうように債券のちょっと利回りの妙味が増してきましたよというところなんですが、ここで一つですね、金利の見通しに関して紹介させていただきます。これ上段がですね、もうよくニュースにも出る FF 金利ですね、政策金利なんですが、現在マーケットで予想されているのは、あと2回か3回、5月頃までの利上げで 5% 近くまでいくかなというようなチャートになってます。で一方で年末に向けてはもう利下げというのが一つ予想されているのが、このチャートが意味するところなんですが、ちょっと利下げまでは先走りすぎかなというのは先ほどもちょっと申し上げたところであるんですが、で一方でこの債券価格に影響する長期金利に関してちょっと下段にですねご紹介しております。年末にですね、2023年の長期金利の米国長期金利の見通しということで出させていただいたときにもちょっと使ったチャートではあるんですけれども、ちょっと年初もみ合って、それからやがて年を通して 3% を下回、3% に向かっていくだろうと。で、まあ、当然景気鈍化の具合によっては 3% を下回るところがあっても全然おかしくないかなというふうに見ております。ちょっとこれ年初もみ合うというのはですね、通常長期金利というのは、まあ、過去の経験則でもそうなんですが、短期金利がピークを打つ、その 2、3 ヶ月前にだいたいピークを打つという特性があります。そういった意味では、一つもし5月6月を利上げの最終局面と見るのであれば、やはり2月3月ぐらいというのが一つ長期金利もピークのめどになるかなというような見方をしています。そういった意味でちょっと年初ややもみ合うのかなという見方をしているんですが、まあ、金利が低下するということは、それによってまあ債券価格は上昇します。それによってまあリターンが取れるということで、先ほど期待しているこう優位性が発揮できる局面が今年は訪れるのかなというふうに見ている次第です。それではですね、ちょっとここからはその債券に関してもう少しその種類ですとか中身に関してご紹介できればと思いまして、最初にちょっと見づらいですけれども、実は同じように動いているというような利回りの推移をお持ちしました。で一般的にこれ社債の場合ですと、右上にあるように企業には格付けが与えられます。 AAA から C まであります。でその真ん中にですね、先ほどちょっと言及した投資的格と言われるものと投機的と言われるその区切りのバーがありますけれども、このチャートでご紹介しているのは AAA から CCC までの推移になるんですが、基本的にはこう一定の利幅を持って同じように平行移動しているというのがご確認いただけるかと思います。そして時にこう脈を打つように動いているのもご確認いただけるかと思います。通常こうリスクオフですとかリセッション懸念があると、格付けの低い利回りであればあるほど跳ね上がってしまうということですね。特に CCC が上がっているのがご確認いただけるかと思いますが、一方で格付けの高い銘柄というのはほとんどこういう動きには乗らないということです。そういった意味でちょっとこの後でも紹介しますけれども、景気鈍化局面であれば比較的クオリティの高い銘柄を銘柄なり金利を選びましょうということですが、もう一点ですね、実はここで申し上げたいのは、株同様にこうリセッションの最中、金利が急騰した時というのは同時に買い場になるというのも一つ言えるところかなというふうに思っていますが、ちょっとその前の投資戦略の心得として、クオリティの高い銘柄を推奨したいというふうに思っていますが、債券に関してもですね、こちらのチャートでご確認いただけるように、景気サイクルに沿った選択の余地というのがあります。簡単にちょっと左上から申し上げると、好景気というのは基本的に金利が上がり始める局面ですので、短期債やインフレ連動債が先行されますし、やがて景気がピークアウトしてくると、
物価もピーク、金融も引き締め期に入ってくるので、また先行されるものが変わる。そしてまさに今ここに入ってきていると思いますけれども、不況期に入ってくると、ちょっと今サイクルをこう時計回りに見ておりますけれども、長期債や投資的格債が先行される状況というふうに認識しています。やがて先ほどもちょっと申し上げたように、リセッションの最中からこう反転期に入ってくるところというのは、いわゆるハイイールド、リスクの高い債券ですとか新興国債というのに非常に投資見読みが増して出てくる、そんな局面だというふうには見ております。ちょっと債券に関してですね、ちょっとベーシックかもしれないんですが、商品に関してちょっとここでご紹介しております。債券というのは大きく2つ の投資の仕方があります。1つは債券そのものを買うということ、もう1つは投資信託で買うということなんですが、大きな違いは価格変動の影響です。債券そのものを買うということは、その会社にお金を貸すと、貸して金利をもらうということですので、基本的に額面を見て 4% の金利をつけてくれるなら、じゃあそれでいいかな、そういう話になると思います。決してその後金利が上げ下げして時価が上げ下げしますけれども、結局最後は元本で返ってくるので全く動じなくて良いというのが債券そのもののメリットだと思いますし、投資信託というのは一方で期限がありません。ですので絶えずこう金利リスクにさらされてしまうというところはあるんですが、一つ相場感としてご紹介したのは、ちょっと金利がピークアウトしていくところを期待すれば価格の効果があるということ。そして投資信託の良いところというのは、さまざまな国、種類、性質の債券に分散投資できるということは一つ大きなメリットかなというふうには思っております。そんな中でですね、ちょっとこれから推奨したい、もうちょっと具体的なこう債券、特に投資信託の部分でですね、どういったものがあるのかというのを最後に紹介させていただきます。でこちらですね、まず低リスク債と高リスク債ということでご紹介したんですが、ちょっと繰り返しになります。景気減速下では基本的に低リスクの長期債や投資的格債を先行したいというような話を申し上げましたが、これ青いのはですね、アメリカの投資的国債の利回り、投資的格債の利回りの推移になっています。足元の水準、青いチャートのですね、足元の水準はこう歴史的に見ても非常に高いところに来ているというのはご案内の通りかと思います。米国債券にですね、まさにこういうのに連動するような投資信託でも良いと思いますし、株式ですとご案内の通り、いわゆる世界株式ファンドとかあると思いますけれども、債券にも同様に世界債券ファンドというものがございます。いわゆる世界債券に連動する形になりますが、非常にオーソドックスで、いわゆるこうパッシブな投資先としてエクスポージャーを取ることができるというふうに思っております。こういうようなまず一つ景気減速に備えて非常にクオリティの高い、リスクの低い債券を推奨させていただきたいんですが、もう一つリスクを、債券でもリスクを取るというような選択肢があります。で実はですね、マネックス証券ホームページで債券型ファンドの分配金利回りランキングっていうのが出ています。それはですね、上から見ていくと、一番最初に欧州ハイイールド債券ファンド、ブラジルレアルコースというのが出てきます。これはどういう意味かというと、ヨーロッパのいわゆる投機的なハイイールドへの債券投資ですね、そういう企業にお金を貸すというリスクを取るということ、加えて為替でブラジルレアルのリスクを取るということです。かなりリスクを取っているので、当然ながら利回りは高いということで、投資信託上の利回りでも 10% を超えています。ただ当然考えなくてはいけないのは、ロシアのこうウクライナ問題の影響が大きい欧州のハイイールド企業への投資ということ、それからブラジルのようなこう新興国通貨へのこう目配りをしなくてはいけないというのはあります。ではですね、どのようにこうリスクを取るのか、ファンダメンタルズ上の評価で一つご紹介しているのはこちら、アジアということです。最近よくですね、アジア、インドの話も折に触れて出てくるかと思いますけれども、東南アジアというのはですね、IMF の成長見通しにおいても他の地域よりも大きな成長が見込まれています。米中貿易摩擦の問題の中で、いわゆるその恩恵を得られる地域として一つ注目できる、いわゆるこうマネックスの中でもアジアオセアニア債券ですとか、アジアパシフィックソブリンファンドというのがありますので、そういうところで一つリスクを取るというのもあるのかなと思っています。そして最後にですね、ファンダメンタルズ評価を踏まえなくても株同様にこうアクティブファンドに託すというような選択肢もあります。マネックス証券にはですね、セレクトファンドという独自に評価した優良ファンドがあるんですが、債券でもそのようにこうアクティブファンドの推奨をホームページでも出させていただいておりますので、ちょっと重ねてご確認いただければというふうには思います。
以上ですね、景気鈍化に加えてこうグローバル化の戻りというようなこうこれまでにない不透明要因を抱えている中で、中長期の運用対象として株に加えて債券という、 こう分散投資をご検討いただいて、こうポートフォリオのリターンの安定化を図っていただければというふうに思っております。駆け足になってしまいましたが、以上で私の講演とさせていただきます。ありがとうございました。